キンプリヘイヤ耀よく怒られて、キシユータ、全部の指に指は、神宮寺ユータの第一印象は、チャラ男。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キング・アンド・スが19日放送のテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション・エムステ2時間スペシャル午後8時で5人体制で最後の同番組出演を果たした。今月22日にグループを脱退する平野市要26、神宮寺裕太25、岸優太27を含むメンバー5人がこれまでを改装するトークもあった。 番組中盤、今だから言えるメンバーの第一印象のコーナーでは、平野が、長瀬、角は全然喋らない。ただ最事故というイメージで、神宮寺は、チャラチャラしたチャラ男。よく怒られているイメージでしたね、とコメント。さらに、岸くんはその時、JR を引っ張っていた、トップロブトップのスターというイメージがありまして、アマはダンスがめちゃくちゃ上手な、 声が宇宙人みたいな子という印象です、と語った。騎士も被せるように、それで言うと神宮寺なんですけど、彼は当時チャラッチャラで、髪の毛は寝てて、全部の指に指輪つけて、と突っ込み、バラの花を手にする若き日の写真も披露された神宮寺は、やめてよから。これは出ると思わなかったな、とぼやいた。騎士は平野についても言及。 仕様は綺麗な美少年という感じなんですけど、いい意味でクレイジーだったなってと振り返った。番組では18年のデビュー曲、シンデレラガールと新曲、ビューティフルフラワーの2曲を披露することが告知されている。脱退する3人は順次ジャニーズ事務所から退除し、グループは長瀬恋24と高橋海斗24の2人体制で存続する。 5人体制では今後、日本テレビ系冠番組、キング・アンド・ブル、キンプル、のラストとなる20日のゴールデン2時間スペシャル午後7時5十ロップなどにも登場する。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。